どうもベンコです。今日は前回の続きでデジタルメーターを埋め込んでいこうと思います。前回はパネルの色を塗るところまで完成していました。今回は完成させます。まずケーブルを通すための穴を埋め込む場所に開けておきます。エブリーの場合は横に穴が開いているので横に穴を開けておきます。基板部分がむき出しなので簡単な保護板を作ります。余っていたアクリル板で作ります。これを基板に取り付けていきます。固定する穴を開けます。長めのネジを使って固定します。できました。ナットを間にかませて浮かそうと思ったのですが強度が弱くなってしまったので上から押さえつける形となりました。これを作ったパネルと接着して合体させます。マスキングしてこの部分を接着します。ここでも強力プラリペアの出番です。あれ？注射器が壊れたっぽいです。勝手に液体が流れてきます。見た目は汚くなりましたがなんとか固定できました。固まりました。問題はなさそうです。モニターをつなげていきます。うまくケーブルを取り回してモニターを固定していきます。グルーガンで軽く固定します。カバーをつけたら完成です。延長基板もグルーガンで留めておきました。あとはどうやって固定するかなんですがマウントを作って固定したいと思います。100均の紙粘土を使って作っていきます。
モニター部分を合わせながら形を作っていきます。大体の形が決まったので、出していきます。見た目がよろしくないので、修正します。溝を埋めて、このぐらいまでにはなりました。ここからモニターと合わせて、細かい修正をしていきます。で、できたのがこちら。ケーブルが硬かったので、この形になりました。ニスを塗って、塗装で仕上げておきました。見えないところなので、ここまでする必要はないのですが、やりだしたら止まらなくなってしまいました。それでは設置していきます。マジックテープ、隙間テープなどを買っていたのですが、なくても固定できました。隙間は少し空いてしまいます。インテリアパネルがあって、難しいんですよね。大きすぎると入らないし。まあでもこのぐらいなら OK です。このまま車に設置していきます。横からケーブルを通して、運転席の下のカプラーに差し込みます。あとはメーターパネルをはめ込みます。設置ができたので、エンジンをかけてみます。ちゃんと機能するか心配なので、ちょっと走ってみます。速度計は、大体やってそうです。GPS はどうでしょうか。
蓋をしている状態なので受信が心配です。方位が変わりました。問題なく受信してそうです。エンジン停止後に走行した距離が表示されます。純正っぽくってなかなか良いですね。なんとか完成しました。作りがちょっと微妙なところはありますが、最後まで作ることができて満足です。また気になるメーターが出てきたら加工して交換しても良いかもしれませんね。2回に分けての動画でしたが、長い間ご視聴いただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価をよろしくお願いいたします。